香港チャンネル。質問が来ております。はい、東京都が全国初となる、新築戸建て住宅などへの太陽光パネル設置を義務付ける条例を可決したと、はい、いうことで、これについてどう思いますかと。いや、ほんまね、これ東京の話なんですけど、私東京一応都民なんですけども、はい、これが、全国に広がっていったら、どないなるかっていうことも考えなあかんって。うん、俺ね、太陽光パネルを消してね、悪いもんやと思ってないんですよ、うん、別に。で、そこで、電力を賄えて、うん、ほんで、その、今ね、原発が動けんやったら、うん、そこで、ちょっとでもね。ちょっとでもっていうのはあるんですけども、ねね、太陽光パネルをね、日本の製品なのか、うん、あ、違う国で作られて、そこでまたその弾圧を受けてる方々が強制労働されてるっていうことに対して反対なわけでございまして、うん、これね、東京のこっち全国ネットでもやってたんかな、まあ、うん、こっちが流れてたんかな、大阪の方はね、 N スタっていうやつで、はいはい、M 長さん、はいはいはい、これ反対してる、太陽光パネル反対してるのは、原発推進派やって。ふざけんなよと。誰がやねん。そういうことじゃん。ほんでそのことに対して全然言えへんねん。はいはい。そういう人権問題とかそういうことに対しては何も言わない。ウイグルで、はい、ね、苦しんでる方々がっていうのが、うん、ほんまやな、こんな情けないなとか思ったもん。ちゃんと言えよって番組に止められてるか知らんけどもな。言えよ、それは。って、ほんで、この間、正義の味方で鎌田先生が来た時に、はい、火山が噴火したら、冷夏なんで、はいはい、太陽が全部隠れてもうて。日照時間もないし、うん、ほんで、温暖化かどうか分かれへんってな、言うてるやん、はい、CO2 って。ほんで、火山が爆発したら CO2 が出んねんから。だから、それを考えて、これからどうするかっていうことを考えていかなあかんっていうのをおっしゃってましたやん。はい、そういうことを加味してでもやで、お前原発推進派が反対してると。いやいや、違う言うてんねん。なんかちょっとずれてますね。ずれとるやろ、ほんまに。竹槍で戦ったらええとか言うおっさんやからな。はい。はい、で、過去にはこの国がなくなっても噛めへんって。うん、な。今回はこの上田玲子さんね、東京都議の方がね、はい、自由を守る会代表の方がね、はい、太陽光パネル設置義務化条例に賛成した都議一覧のその1というところで、皆さんの名前挙げてらっしゃいますわ。これは俺もやっぱり考えもんやなって思うもん。この人らはほんまに人権のことは分かってんのかなって。ほんまに知らんと太陽光、はいはいはい、で、これ、日本儲かんねやったらええで、まだ、うん。日本の製品でな。で、この後のメンテとか、そう廃棄するときとかね。廃棄リサイクル。うん、だから、それはちゃんと東京都は約束事としてやってるとは思うけども、うん、でも、ここに補助金とか、だけど、ある程度の屋根の設置面積がなかったらあかんねやろ、これ。ああ、そうですね。で、不公平感も出るっていう声も出てるし。うんうん、じゃあ言う、これ、ねえ、五大都市にやられだしたら、はい、ほんまに、うん。で、地方では太陽光パネルで、山林の方でね。はいはいはい。いっぱいね、山削ってね。環境保護やって言うてんのに、うん、山削ったりして、ね、そこに行けやな、ケンタッキーの前行くより。そうですね。ほんまに。そうやろ、そこに木を伐採したら動物、うん、どこ行くねんってな。そうやろ、ほんまに。ほんまにね。だからこれは、ほんまに、メリットが ね、ある国だけしかないんちゃうかって。うん、これ、だから、ちょっと産経新聞が書いてる問題点みたいなのが、はい、パネル設置の初期費用におよそ100万円かかり、住宅建築費に上乗せされると。そうよ。で、推奨ではない義務化は国民の財産権を侵害し、憲法94条に定める法律の範囲内という自治体の条例、最低限を逸脱している疑いがあると。うん、だから、法令、憲法違反。憲法違反。はい。だからもうこれ強引になんで推し進めた、これ。そうですね。なあ。
なんかあの防護服とかマスクとかあげる人やからか。ほんでこの人ね、あの俺らあの都民やからね、通りはったけども、あの人あの公約あるやん。はい。ゼロゼロゼロとかな。はいはい。電信柱ゼロとか言うてて、はい、何もやってないで。ほんまに。確かにね。うん。もう今の総理と一緒じゃないですか。ほんまに。そんなんで。ほんで、この太陽光、火事とかなったら偉いことなんで。あ、なんか普通の水で消せないみたいですね。ああ、化学薬品で。うん、はい。そうやろ。うん、そやから、まあ、なってから、どないするかって、まあ、これ消防も、多分、ええ加減してくれよとか思うよな。そうですね。うん、ほんで、あの、つけてないところの家とかは、うん、これ損害賠償とかどないなんねんとかなってくるやんな。はい、近隣でつけてるとことつけてないとか。そうね、新築はつけてるけども、はいはい、前のとこは別につけんでもとか。ね、そうやろ。うん。だからこれ、どないすんのかなとか思いますけども。うん、まあ、でも一番はやっぱ人権問題ですもんね。そうやで。アメリカはもう輸入禁止してるんですよね。そうそう、うん。それはあれやで。その、あの、売れ残りを日本が、あっていう、ことも考えられるやん。うん、ほんで、アメリカっていうのは、ね、この環境問題にうるさい国やで、はい、今、バイデン政権って、うん。その国がなんで太陽光パネルをせえへんかって、うん、ね、そこの国の。そうですね。これ、ジェノサイドやからな、はい。うん。ほんまに。そういうもの、もう、対中非難決議でも、もう軟弱な国やろ、日本。ね、まだ外相が、まだ行くねやろあの国。あの国にね、シーフクに行くって言うてますけど。そうそう。だ、はい、からそんなんもあるけども、ね、あの、ほんまに、野党の、この、人権問題で騒ぐ、あの、女性の方々言ってるやん、はいはい。騒げへんやん。このことに対しては全く騒がないですよね、ほんとに、ね。騒げへんよ。ほんで、アルカイダのことにも騒げへんかったやん。はい、その、やっぱり、何やねんって。うん。うん。ほんで、ほんで意図的に貶めたいだけかって、うん。日本の。そうですね。ね。なんか、ね、なんか地下鉄にある、そのアニメの看板には文句言うくせに、そういうのには言わないです。言わない。そんなん、とか、アニメの看板、なんか文句言う。あ、そうです。駅構内に、ちょっとまあ、女の子のイラストが描かれた。温泉娘もなんか、ケチつけてて。はい、ケチつけて。ああそうやろ。で、結局、それが、最初異性よくバーってあんなあかんって言ってたのが、それが C 国製のゲームのイラストやって分かったら、だんまりになったと。うせやん。はい。めちゃくちゃやな。はい。いなんでやねん、それ。怖いの。わかんないですね。何か、不利益があんのどこに、何を主軸にしてんの、それ。ねえ。女も。あ、そう。はい。もううんざりです。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。